今日のテーマは自分に優しく、僕ね自分に厳しいということが分かってなかった。で、自分に厳しいとか自分を責めてるっていうことが全く分かってなかったのね。それが普通だと思ってたわけよ。そのだってダメじゃんみたいな、こんなんでいいはずないじゃん、こんなことしてていいはずじゃないじゃん、あいつもあんなことしてていいはずじゃないし、自分がこれで満足したらあかんし、こんなんじゃ全然ダメやん、あんな風にならなあかんやん、こんなん全然ダメやん、あんな風にならなあかんやん、こんなん全然ダメやんってこう、でそれが他人の思考って知らんから、自分の思考が全てやと思うから、みんなもそんなもんやと思ってたんやけど、みんなもそんなもんやと思ってたんやけどということさえ思ってなかった。だから自分を責める、自分に厳しいということが息を吸うように当たり前すぎて、そのことを疑ったことがなかったのよね。疑ったことがないままずっと生きてきて、自分は自分に厳しいんだ、あ、自分は自分のことを責めてるんだということに初めて、人生で40過ぎて初めて気がついたのよね。自分が何かやらかしたとき、自分が何かできなかったとき、あーできなかった、あーって今までが、あーできなかった、あーやらかした、あーだったのが、今はあーできなかった、やらかした、これだけでも全然違うからね。だからキーワードは反省しなくなった。反省、まあ後悔ぐらいはするけど、反省はもうしなくなったね。だってその時そうしたかったし、そうしかできなかったし、もうしゃあないやん、あそこであんこ食ってたらもうしゃあないやん、この場にもうしゃあないやん。ごめん、分からないな、これ字幕もどんな風につくのかなと今思ったわ。マージャン分かってる人やったらつけてくれるけど、反省やめて、そしたら自分のことを好きになりたくなったのよね。自分のことを好きになりたい。だから自分が、さっきも言ったけど、自分が自分のことを嫌ってるということさえ気づかなくて、だから自分が自分のことを嫌ってるっていうことさえ気づいてないから、自分のことを好きになろうということさえ頭に浮かんでなかった。自分が好きってなんだみたいな、そのぐらいの重症患者やったわけよね、僕はね。自分が大好きですって言って、まずやってくださいって言われたわけよ。もうそんな自分が大好き言われへんかったの、自分が、その時自分が言われへんかったわけよ。ちょっと皆さん、じゃあということでいくよ。はい、お手を拝借よで、自分が大好きです、はい、自分が大好きです、はい、 OK。 この一言が言われへんかって、わーっと涙が出たわけよ。あ、でその時初めて、 あれ自分って自分のこと嫌いなんていうことに初めてその時気がついたの。それまで人生の中で全く気づいてなかった。自分のことはこれじゃダメじゃ、これじゃダメじゃ、これじゃ、これじゃダメだ、これじゃダメだ、これじゃダメだとは思ってたけど、自分が自分のことを嫌ってるっていうこと、自分のこと大好きって言って気づいてないことに気づいてなかった。でその時初めて気づかされて、え、ちょっと待って、それはあかんやんかということで、なんかね、いろんなことをやり始めた。このまま座っていいかな、座っていい。でその時から自分のことを好きになりたいと思い始めて、でいろいろ試行錯誤進んだけど、まあなられへんわ、まあなられへんで、もがいてもがいてもがいて苦しんでしてる間に、この心理療法カウンセリングの世界、そんな自分に OK、 あんな自分に OK、 バカな自分に OK、 ダメな自分に OK、 失敗しても OK、売られちゃっても OK、 ダサい格好で OK、 下手くそだけど OK、 負けた自分に OK、 弱い自分に OK、 逃げる自分に OK、 泣いた自分に OK、言えない自分に OK、 情け
げなくても OK、 地域な自分に OK さ。年収は1000万は楽勝で、毎年昇進で親の誇りで、ビール腹にならないでいつもおしゃれで、子供の自慢になりたかった。そんなパパじゃないとダメだと思ってた。よく頑張ったね、よく我慢したね、いつも涙こらえて弱音を吐かずに。よく頑張ったね、よく諦めずに、報われると思ってないかい。苦労さえすれば許されると思ってないかい。頑張っていれば結果が出なくても仕方がないねと思うとしてないかい。遠慮してれば叩かれない、合わせていれば無難だね。失うのが嫌で手に入れることまで諦めてないかい。私が生まれてくれて、私と出会ってくれた、お祝いしよう、ありがとう、誕生日おめでとう。さあもう一曲よーい。あなたが生まれてくれて、私と出会ってくれた、お祝いさせておめでとう、大切なあなたへ。お誕生日おめでとう。